はい、どうもこんにちは。やっとこう引っ越しが一段落しまして、今日は、今まで住んでたね米軍ハウスの紹介をしたいと思います。はい、でこちらが、米軍ハウスの外観なんですけれど、まあボロいですね。見た目はこの青いのは、米軍ハウスの定番カラーで、まあ薄いブルーかホワイトが多いですね。でちょっと中へこう入っていくと、駐車場はうちのハウスはまあ前側に2台、建物の横に1台って感じで、このもう手作り感あふれるエントランスと、家の周りは土ならしてあって、物件によっては、コンクリートで埋まってたりとか、まあ何かしら誰かが手加えてっていうのが多いんで、結構、ハウスによってはまちまちですね、外構は。後ろのハウスなんか木が立ってたりで、こっちが僕が、1年半前まで住んでたハウスで、間取りは同じなんですけど家の向きが違いますね。お隣さんも実は車が好きで、なんかバイクもいろいろ持ってる人ですね。で家の外周は比較的、幅が広くこう取られてて、まあバイク置いたり物干し座をこうやってなんか、作ったりとかして置けますね。で裏はうちの場合裏は土オンリーでこんな感じで、で米軍ハウスはやっぱり草むしりしないともうあっという間にこの時期ジャングルになるんで、手入れは意外と庭の手入れ結構大変なんで、まあそれがあってアスファルトとかコンクリで埋めちゃう人もいるみたいですね。では中へ行きます。ここがですね、ちょっと今もうごった返してますけど、リビングに入る前のセカンドルームいうか、まあアメリカンハウスにはよくある、玄関が米軍ハウスってないんですよ。こんな感じなんですよ。これ玄関です、まあ、なんでおそらく元はここがこう、まあ、サンルームみたいになってますけど一部屋になってて、下にもなんか柱の跡とかあるんで、ここに扉がちゃんと元々あって、でまあ身支度みたいなのをしたり、コート脱いだり、まあ水払ったりみたいなのに使う、場所なのかな本来は。でここで、まあ、靴を脱いで入りますと、まあ、こういう感じで、まだちょっと物残ってますけど、まあ、ほぼほぼねもう空っぽなんで、今僕がここいるとこがリビングで、何畳ぐらいあるのかな、4畳ぐらいはありますね。ここはちょっと全体像が映んない、映りにくいけど、こんな感じです。14畳で、僕のいたハウスは、3LDK で、入ってすぐ左手6畳間、もうここは僕がミシンの作業場にしてたとこで、もうそっからかんですけど、こういう感じで、でハウスって一応一部屋に1個ずつこうやって、押し入れがついてて、収納はものすごく豊富ですね。で、その隣がここ 4.5 畳ですね。でこんな感じで、ここにもちょっとちっちゃいけど押し入れついてて、ここは僕はパソコンとか事務する部屋にしてましたね、はい。で、その隣がもう一個6畳まで、ここは今ちょっとお客さんのコルベットのルーフを預かりっぱなしで、もうそろそろ渡さないといけないんですけど、ここ
ここは寝室になってましたね。ここも6畳で、やっぱりこうやって押し入れついてて収納には困らないですね。あと6畳の大きさがもしかすると古い建物なんで昔の6畳規格でちょっと広いかもしれないですね。で、ベーグハウスって水回りがこうやって全部一色だったようになってて、トイレとかこういうお風呂なんかも全部同じ場所にあって、で、キッチンがこれで、でこれももう多分一回リフォームされてて、なんかここら辺は多分これ後で貼ってるんですよね、このタイルなんかは。シンクは比較的新しくって言っても、まあ古いんですけど新しめになってて、でハウスってなぜかこういうの多くて、換気扇こう未だにこういう換気扇なくないですか。普通ね、こういうの上についてますよね、ガスレンジは。で なんかこのガスレンジもちょっと離れてるみたいな、なんかこう謎のレイアウトをしてるんですけど、またガスがついてるな。でこの後ろにもこうやって、ここが多分元はなんかあったんでしょうね。ここね、なんか上も抜けるからなんだろうなって感じで、こんな感じで。キッチンもかなり広いんで、キッチンとリビング合体させると、だからすごい開放感あって、なかなかな広さなんですけど、あと天井もやっぱり日本の文化住宅よりは高いですかね。こう日本の文化住宅みたいに手が届きそうな感じではないですね。でこの天井のこの梁っていうんですかね、このなんか模様みたいに入ってる、これが、まあ、ハウスによっていろいろあって、もっとこうデザインが効いてるやつもあれば、こういうちょっとシンプルめなストレートのこうなんか互い違いみたいな、こんなのとか、あとそうだ、うちのハウスは、ちょっと変わっててというか、あの壁紙を貼ってあるんですけど、これが本来、ハウスはこっちのと同じペイントが普通ですね。だから もっと雰囲気がなんていうか、アメリカンっぽいっていうか手作り感のある感じです。あとこのベーグンハウスは普通はこの窓枠っていうんですかね、これが今、これはもうアルミのサッシで今っぽいやつになってますけど、これが本来は木の枠です。で網戸もつかないです、普通のやつ。うちはちょっとリフォームされてるからなんですけど、なんで今僕が住んでたこのハウスは、ハウス集落みたいになってて、全部で5棟建ってるんですけど、そのうち1棟はものすごく古いタイプの、ハウスで、あの窓枠も木ですね。あと玄関の扉とかも木だったと思いますね。であとこれが結構ベーグンハウスマニアにはポイントが高いらしいんですけど、この床なんかね、古い小学校の体育館みたいですけど、これ建築当時のフローリングのまんまなんですよ。実はちょっと荒れちゃってますけど、ちなみにうちのハウスは一番最初に建ったのが1962年だそうで、この床は1962年の床のまんまで、時間経ってこうやって剥げてるところとか来ると、普通はこの茶色というか枠と同じ色で上から塗られちゃうことがほとんどなんですけど、張り替えされることなく当時の床のまんまっていうのは意外と貴重らしくて、今、引っ越しし終わったこのハウスの前も僕は隣のハウスに住んでたんですけど、そっちも木目でしたね。このなんで、レア物件2回住んで神戸に移るという感じですね。はい、そんなわけで、
引っ越し真っ最中のハウスの紹介でした。あの昨日で電気が全部もう止まって、水も出ないのかな、出ないので、ここはもう本当に今やばいです。マジで室内温度40度ぐらいあるのかな。で、米軍ハウスってかっこいいんですけど、ほとんどのハウスが壁天井に断熱材が入ってません。意外と皆さん知らなかったりするんですけど、断熱材が入ってないので、もう夏は暑く冬はめちゃくちゃ寒いです。あとなんだろうな、でもそれ以外は困んないですね。さっきも外周の動画見てもらって分かると思うんですけど、日本の文化住宅と違って隣との距離がすごく離れてるんで、もう全然なんて言うんだろうな、息苦しさとかお隣さんを気にするっていうことはほとんどないですね。なので意外と米軍ハウスっていうのは住むことプラスアルファで住んでる方って結構、まあ僕も含めてですけどが多くて、まあミュージシャンとか、そういうなんか作り物やってる人、あと建築関係の設計事務所兼住居っていうのも結構多くて、最近は、改装 OK な物件は改装してカフェとか飲食店っていうのはめっちゃ汗かいてる、うわすごく多くて、何軒かここの数年で、カフェになった米軍ハウスもいくつかありますね。で米軍ハウスって今福生にどんくらいあるんだろう、40棟ぐらいあるのかな。全部が同じ大家さんじゃないんですよ。で不動産屋さんもバラバラで、大家さんによって何していいっていうのが決まってたりとかするんで、でまあ基本原状復帰すれば何やってもいいっちゃいいんですけど、とにかく建物が古いので、事故とか、そういうのも全部自己責任当然、それで、現状復帰するならするでしっかり元に戻してほしいとか、いろいろそういう決め事が棟によって違うんで、もし住むつもりのある方はそこら辺を借りる前ちゃんと、聞いて何するあれするっていうのを言ったりとか、あと意外と動物ダメな、物件が多いですね。ベガハウスでも犬猫ダメっていうのは結構ありますね。暗黙でみんな飼ってる人もいますけど、で間取りも、僕の間取りは一例で、全部が全部こういう間取りじゃないですね。でフッサって比較的こう米軍の中でも下級の、兵が来てた場所なんで、割とこじんまりしてるのが多いんですけど、厚木とかあとは国立なんかにも米軍ハウスが、あって、そっちはもう本当にザ・アメリカンハウスっていう感じの、こう道からエントランスが玄関まで伸びていて、庭も広くて本当 4LDK、5LDK とかっていうすごい巨大な米軍ハウスもあって、結構有名なインテリアショップの社長さんとかはそういうとこ住んでたりもしますね。あとこの辺だとは埼玉の狭山とか入間とか、あっちの方にも米軍ハウスはいくつかあって、場所場所で結構その雰囲気が違うんで、見て回るのもなかなか面白いですね。あとそう一つ米軍ハウスのすごいところ、ここは今5棟米軍ハウスがこう立ってるんですけど、全部の棟が同じ間取りなんですよ。で同じ間取りなんですけど、家の向き自体をこう組み合わせて変えることで完璧にプライバシーが守られてるっていう、すごい建物で、実はでなんか話によると、米軍ハウスを当時設計した、建築家かなんか分かんないですけど、もう本当博士並みの人が、まあ、計算で出したのか実験したのか分かんないですけど、そういう同じ作りなんだけど向きを変えることで完璧にプライバシーが守られる間取りっていうのを考えて作ってる建物なんですよ。なんで例えば日本の文化住宅って、こう4棟とか5棟とか並んでると玄関の向きが一緒とか、
隣の人ん家の玄関先にいきなり隣の人ん家のこう駐車場があって、もうこんにちはしないと絶対出れないとか、勝手口から出るとお風呂場もろとか多いと思うんですよね実際。だけど、僕が住んだこの2棟に関してはまず玄関先で鉢合うことは絶対にない、あの作りというかあの間取りになってます。どの棟とも絶対被らないし、駐車場を使うにしても極力相手の、なんて言うんだろうな、プライバシーの一番低いところと交わるようになってるんですよね。あの建物は古いんですけど、その考え方が本当に理にかなってて、なぜそれを今やらないんだと日本のっていうぐらい本当によくできていて、おそらく同じ風にこう集落的に、ね、何棟かが一緒のこう土地に建ってる米軍ハウスは全部がそういう風に考慮されてる、建物ですね。ハウスによってはもう5棟建ってるんだけど敷地全体がとにかく広いっていうのもあれば、あの米軍ハウスってここ何年でもうだいぶ取り壊されてて、10棟建ってたんだけど 5棟間引かれて結果敷地が広くなっちゃったみたいなところもあるはあるんで、まあ、一概には言えないんですけれど、うちは本当に5棟建ってて結構こう米軍ハウスの中では割と密集して建ってるんですけど、そうやってプライバシーを完璧に守られるように建ててあるんで、うちの不動産屋さんも言ってましたけど、都心部からあの移住してきた方はまず、ここを出るに至ってももう絶対一戸建てか、もう本当にスペースの取れてる、建物にしか引っ越さないですねってやっぱ言ってましたね。あの本当に隣を気にするっていうことは全く必要ないんで、日本だと建て売り買ったとしてももう手を伸ばせば隣の壁にね自分の手が届くぐらいの距離で一戸建てを建てちゃうっていうのはすごい多いと思うんですけど、あれとは本当に真逆の、生活ができます米軍ハウスは。暑さ寒さに耐性のある人で、まあ夏冬はもうちょっと割り切ってそういうクーラーとか灯油とかに、もうお金突っ込める人だったらいいかなと思います。で、まあ、あと皆さん結構家賃相場とか気になると思うんですけど、僕の行ったこのハウスは、JR の福生駅と、八高線の東福生が両方使えます。2線使えて駅まで両方とも歩いて5分ぐらいですね。で、徒歩圏内駅行くまでにスーパーが2個、西友と丸富士っていうスーパーがあって、徒歩圏内にもうほぼほぼ全ての病院もあります。で保育園もあるし幼稚園もあるし小学校もある中学校もあるっていう、ライフラインはもう本当に全然何の不自由もない。コンビニもすぐそばだし、で、うちの、外に車3台ぐらい入って 3LDK でこのサイズで、うちは、11万です。で隣の家はちょっと引っ込んで駐車場がちっちゃいんで10万5千円だったんですけど、まあ一瞬ね竹っていう人もいるんですけど、僕の場合はあの作業場も併設だったんで、まあ他で作業場借りるよりは確実に安くて車も止めれるんで、僕はもう全然高いと思ったことはなくて、むしろもっと高い家賃出して工場借りてたこともあったんで、そっからこっち引っ越してきたんでだいぶ楽になったんですよね。なんで使い方一つで住むプラスアルファ何かに使いたいっていう人には結構最高の物件じゃないかなとは思います。ただ暑くて、寒いので、それ本当でもそれぐらいでしたね。こうもう僕は隣のハウスも合わせて何年だ6年ちょっと住んだんですけど、まあ暑い寒い以外は本当に何の不自由もなかったので、まあ、経験の一つって言ったらあれですけど、本当にこう都内でもなんかちょっとこう空間を十分に味わって住むとか、あとまあそれこそこの福生の雰囲気と米軍ハウスの雰囲気を一度経験したいっていう人には、まあ一番なんか
とっつきの安いあの建物じゃないかなとは思います。で実際ここからフッサのそのメインストリートとか、飲食店なんかももうゴロゴロあって全部自転車で行けるし、基地までも自転車でも5分もかかんないし、あのまあリトルアメリカって言われてるフッサの16号沿線は本当にここからお散歩の距離なんで、そういう雰囲気の中で住みたいっていう人にはもうドンピシャの建物じゃないかなと思いますね。あとまあ車バイク好きな人には特にもってこいじゃないかなと思います。うん、あと意外と、ハウスに住む人って、まあ、変わった人が多いってい こう世間体がもうすでにあるんで、あんまり文句言われないですね。何やっても結構、うちは割とその辺気使ってましたけど、やっぱりお店も兼ねてたっていうのもあるんですけど、あの知り合いとか仲間のもうハウス群はもう本当に毎日レイブパーティーみたいに爆音で曲音楽流れてたりとか、あのこの時期になるとみんなさっき言った木の窓を取っちゃうんですよ。もう暑くてしょうがないから、で網戸もついてないから、もうなんかあの取り壊し前の家みたいな感じにハウスがなってて、でもうこうすだれかけてるとかね、ま、窓がない米軍ハウスってのは結構あります。だからこの辺は割とそれがちょっとこう、なんていうのマイルドなんですけど、もっとこう隣の駅の牛浜界隈とか行くともうカオスなハウスがいっぱいあって、それはそれで面白いんですけどまあそんな感じで、6年ちょっといた、ハウスを出てですね、で他の動画でも出てるみたいな、今は、新しく建てた家を、もう荷物今解体なんていうの、荷ほどきしながら、今日もさっき午前中は、作業場作ってたんですけど、本当いい感じに米軍ハウスの雰囲気ももちろん取り入れてもらったんですよ今回。家建てるにあたってこういう雰囲気でこういう用途で使ってて、で米軍ハウスはなんていうのかな、こうそこまでだだっ広くはないけど、やっぱりこう開放感があって、使い勝手がいい家なんですよね米軍ハウスって。なんでそこら辺の機能性はうまく取り込んでもらって、設計士さんにもお願いして、で、今回家建てた土地って50坪全部であって、ほとんどこの実は今このハウスが建ってる土地とほとんど同じサイズなんですけど、コンパクトに使いやすく建てたいっていう要望を一番最初に出して、で米軍ハウスのいいところなんかもこう知らせていくうちにこうだん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 出来上がっていったっていうのが今度引っ越してるハウスで、改めてその自分がね一番使う場所をこう、まあ、自分で手加えてロフト作ったり棚作り替えたりとかして、でこの間ミシン入れて、ミシンの作業台とかも全部入れたんですけど、もうビタッとこう使い勝手いいところにもうすでにはまってるんで、だからまあ米軍ハウス6年いてそういうところのこうなんていうんだ、引き出しも増えて、ね、いい家建てれたなっていう感じで、本当に米軍ハウスに住んだのはいい経験だったなと僕も思います。ただ、もう一回住みたいかっつったらもういいですもう十分すぎるほど、経験したんでね。でもこういう経験なかなかまあしようと思ってもタイミングがない、合わないと、本当米軍ハウスって結構人気の物件なんで、すぐ埋まっちゃったりするんで、で、まあ、今回僕ここ8月の多分中旬ぐらいで開くんで、もし本当に住んでみたいとか中見てみたいっていう方いたら、まあ、コメント欄でも、概要欄 の僕のアドレスから、アドレスホームページアドレスからメールいただいてもいいんで、問い合わせ先の、不動産屋さん教えるんで問い合わせてみてください。で、2年前まで住んでた隣の物件も実はまだ2年じゃなくて1年半か空いていて、この間ちょっと不動産屋さんとも話したんですけど、やっぱり見には来るんだけど、ただ住むだけじゃないみたいで、いろいろこう造作あれこれしたいっていうのでなかなか折りが合わないみたいで、まずそっちも空いてるんで、なかなか米軍ハウスが1年半空くっていうのはめったにないんで、
まあ覗きに来るだけでもね、あの来てでフッサーで遊んで帰ったらいいんじゃないかなと思います。であと売りに出ることっていうのも、年に何回かあって、でついこの間あのここよりもっと16号沿いのベーグハウスが1棟売りに出て、で、スタジオとしてね使うっていう人が買い取ったみたいで、で今綺麗にこう雰囲気残してリフォームして撮影スタジオになってるみたいで、でたまになんかそこであのフードイベントとかやったりとかしてるらしくて、あの交渉次第だったりその物件のもうこう扱われ方次第ではそういうあの物件も出るのがベーグンハウスなんで、あのもし本当にタイミング良かったらぜひぜひ皆さん、ベーグンハウスにチャレンジしてみてください。